アドルフ・ヒトラーとアミーン夫妻2位。1941年11月28日。アルジェリア系のサイード・モハメディは第二次世界大戦中にドイツ空軍を支援し、その後1954年にはアルジェリア戦争へ加わった。ナチ党政権下のドイツ国とアラブ世界指導者層との関係は、軽蔑、プロパガンダ、協力、そして場合によっては模倣を含んでいた。 同じ敵に対する共通の敵意を土台として共同の政治・軍事関係が確立された。他にもナチスの反ユダヤ主義がこの協力関係における重要な土台となった。反ユダヤ主義は一定のアラブとムスリムの指導者たちから劇的に支持されたもので特に著名な指導者はアミーン夫妻にである。ヒトラーとヒムラーは公的にも私的にも イスラームを宗教的、政治的イデオロギーとして描きながら、友好的な声明を出した。彼らの表現では、イスラームとは、キリスト教よりも、規律的、軍事的、政治的、実用的な宗教の一形式である。そして彼らはイスラームを、政治及び軍事指導における、ムハンマドの技術と認識して称賛した。しかし同時に、公式のナチ人種イデオロギーは、 人種的にアラブ民族や北アフリカ人がドイツ民族よりも劣等であると考えていた。その感情はアラブやアフリカの人々を非難する目的でヒトラーやナチ指導者たちによって反響させられた。アラビア語圏の世界はヨーロッパを超えた結束主義、ファシズムを調査する歴史学者たちから特に注目を集めている。こうした学者らは傾向として 親なち、親結束主義的、親ファシスト勢力に焦点を当てて、結束主義と国家社会主義、ナチズムがアラブ世界にわたって持っていた魅力を強調してきた。しかし最近になって、この語り方、ナラティブは多くの学者たちから挑戦された。そうした学者たちは、1930年代と1940年代におけるアラブの政治的討論は、 非常に複雑であると主張している。彼らの主張では結束主義と国家社会主義は共産主義、自由主義、立憲主義等といった他の政治的エデオロギーと共に議論されていた。また近年の歴史修正主義者の作品はアラブ世界における反結束主義、反ファシズム及び反ナチの生命や運動を強調した。ヒトラーは演説の中で イスラーム文化へ友好的に研究していた様子であり、例えばフランスよりもイスラームの人々の方がもっと我々に近しいのが常だろう、とうと述べていた。イスラームやアラブ民族に対するアドルフ・ヒトラーの見方について有名な一話がアルベルト・シュペイヤによって衝述されている。シュペイヤのベストセラーである回想録第三帝国の内幕。 インサイド・ザ・サード・ライヒの報告によれば、ヒトラーは著名なアラブ人の代表団から学んだ歴史の断片に非常に感動していた。アラブ人代表団の推測によれば、ベルベル人及びアラブ人が8世紀、トゥール・ポワティエ間の戦いに勝利していれば、世界はイスラーム的、モハンメダン、ムハンマド的になっていた。そしてドイツ人はイスラームの担い手、すなわち、 自らの信仰を剣で広げ、すべての国々を自らの信仰に服従させることを信条とする宗教、そのような信条はドイツ気質に完全に適合するものであったの担い手となっていた。シュペーヤはさらにこの件についてのヒトラーの主張を一下のように示している。ヒトラーは征服者たるアラブ人は人種として劣っているため長期的には 国土のより厳しい気候に対抗できなかったであろうと述べた。アラブ人の征服者にはより競争な原住民を抑えつけることはできなかっただろうから最終的にはアラブ人ではなくイスラーム化されたドイツ人がこのイスラム帝国の指導者となったであろうと。同様にヒトラーはカール・マルテルがポワティエで勝利していなかったら我々は10中89イスラームへと 転向していただろう。英雄主義ヒロイズムを称え、大胆不敵な戦士にのみ、第七天国を開くイスラームというカルト宗教へと、その後、ゲルマン民族が世界を征服しただろうとの発言を筆記されている。シュペアによるとヒトラーは、通常、自分の歴史的推論を次のような発言で結論付けていた。いいかね我々は不運にも、 誤った宗教を、キリスト教を持ってしまった。なぜ我々は日本人の宗教、神道を持たなかったのだろうか日本人は自己犠牲を祖国、フォザーランドのための最善とみなしているのにイスラームとてキリスト教よりもはるかに我々へと適合しただろう。なぜニューワイや軟弱を備えているキリスト教でなければならなかったのだろうかこのやりとりは、 サウジアラビアの統治者、リブンサウードの特使ハリド・アルハット・アルガーガニとヒトラーが面会した時に起こった。この会合の早い段階でヒトラーは、なぜナチス・ドイツがアラブ人に温かい共感を持っているかについて、三つの理由のうち一つを述べた。我々が連帯して、ユダヤ民族と戦っていったことが理由である。これが元になって彼、ハリド・アルハット、 パレスチナとその状況について論じ、そして彼自身、すべてのユダヤ民族がドイツを去るまで休みはしないと述べた。ハリド・アルハットは預言者ムハンマドが同様の行いをしたことに注目した。彼はアラブからユダヤ民族を駆逐したのだ。ジルベイル・アシュカルの苦笑混じりの論評によると、その会談でヒトラーがアラブからの訪問者に対し指摘しなかったことがある。 ヒトラー総統はそれまでドイツ系ユダヤ人に対しパレスチナへ移住するよう先導していたのだ。第三帝国、ナチスドイツが積極的に支援した対象は複数のシオニズム組織であり、イギリスからユダヤ系意味に課せられた制限をそれら組織が出し抜くことだった。ヒトラーは第二次世界大戦が始まる直前の1939年、 軍の指揮官たちへ次のように伝えた。我々は極東とアラビアで動乱を作り続けるとしよう。我々は人間として考えよう。そしてこういった極東人やアラビア人を見てみるとしよう。彼らは良くてもせいぜい外見を取り繕ったルイ・ジンザルであり、熱心に無知打ちを経験したがっているのである。第二次世界大戦より以前は全て北アフリカと中東は、 ヨーロッパ列強諸国の支配下にあった。アラブ人を劣悪なセム系人種の一員とみなす、ナチ人種説、アーリア神は、にもかかわらず、個人としてのアラブ人たちは、名誉と敬意を持って取り扱われた。このアラブ人たちは、中東を占領しているイギリスと戦うために、第三帝国、ナチスドイツを助けたのであった。例えば、ァージムハンマドアミーンアルフサイニーは、 ヒトラーや第三帝国と緊密に協力したことで、ナチスから名誉アーリア人の地位を授与された。ナチスドイツ政府は誠実な結社を発展させ、一部のアラブ国家主義、アラブ民族主義、指導者たちと共同した。その土台にあったのは彼らが共有している、反植民地主義的、反シオニズム的利益だった。 こうした共通大義のための戦いの中で、最も著名な例の一つは1936年から1939年のパレスチナ・アラブ反乱等の戦闘であり、これはイスラームの大指導者、オウムフティーであるハージム・ハンマド・アミーン・アルフサイニーによって先導されていた。もう一つは、イギリス・イラク戦争であり、ゴールデン・スクエア、ゴールデン・スクエア黄金法人、 ラシード・アリーヤ・イコール・ゲーラニによって引きられた4人の将軍たちが、親イギリス派のアブドゥル・イラーフ摂政権をイラクで転覆し、親数字区国派、プロアクシズの政府を設置した。ヒトラーは、ラシード・アリーヤ・イコール・ゲーラニのクーデターに応じて、彼らの大義を支持する総統命令30号を1941年5月23日に発布した。 この命令の始まりには、中東のアラブ解放運動は、イギリスに対する我々の自然な同盟者であるとあった。航空兵大将、ヘルムート・フェルミーは、いわゆるこの、相当命令30号に従い、ドイツ国防軍に関連するアラブ案件のすべてに、関する中枢権力、中央当局へと任命された。ドイツとアラブの国家主義者、民族主義者、 立ちにとっての戦略的共通利益について、大将、フェルミーは、軍事見解を、こう要約した。すでに緊迫していた、中東の状況は、ユダヤ系の国家主義、民族主義、敵対望の出現によって、さらに複雑化した。ユダヤ民族に対するアラブ的像があり、そして、アラブ独立の希望がついえたことに対する失望があり、それらは、血なまぐさい暴動につながった。 一連の暴動は、最初は、自然に純粋な反ユダヤ系であり、急増しつつあるパレスチナへのユダヤ民族移住に対抗していたが、後には、大英帝国をユダヤ系移民統治国とみなして標的にした。この状況が不満を抱えたまま続いたのは、第二次世界大戦の発生時期に至るまで、つまり、ヨーロッパの危機が影を投げかけた時までだった。 イギリスがドイツに戦線復刻したとき、パレスチナへのユダヤ系移民流入を積極的に支持してきたシオニスト組織は即座にドイツに対する英国との連帯を宣言した。1941年6月11日、ヒトラーと最高軍司令官は次のような総統命令32号を発行した。アラブ解放運動の作手。ドイツの主要な作戦の催しの中で、 イギリスの援軍が適切なタイミングで市民の騒乱や反乱に束縛されれば中東におけるイギリスの現状はより不安定と化すだろう。この結末に向けてあらゆる軍事的、政治的、プロパガンダ的な手法は準備期間中に緊密に調整されなければならない。外国の中心的機関としてアラブ地域のすべての計画と行動に参加する特別爆僚会。 スペシャルスタッフ F を私は指名する。その本部は南東軍兵士地区に置かれる。本部には最優かつ対応可能な専門家、エキスパート及び代行者、エージェントが用意される。軍司令官庁は政治的質問を含めた外務大臣との合意によって特別幕僚 F の職務を特任する。一部アラブ人との軍事同盟に携わっていた。 ドイツ国防軍砲兵大将、バルター・バルリモントの報告では、多くのドイツ将校が次のように信じていた。アラブ諸国間における唯一の真の政治的結集点とは共通してユダヤ民族を憎んでいることだった。一方で、アラブ国家主義運動、アラブ民族主義運動等といった事柄は、様々なアラブ諸国の利害不一致が原因で、紙の上にしか存在しなかった。 ジルベール・アシカルによると国家社会主義、ナチズムに対してアラブの認識は統一されていなかった。まず第一にアラブ民族というようなものは存在しない。単数形のアラブ言説、ザ・シンギュラー・ホーム・オブ・アン・アラブ・ディスカーの中で話すことは上記を一している。アラブ世界は多様な視点で動かされている。当時の人は西洋的な自由主義からマルクス主義、 国家主義、ナショナリズム、イスラーム原理主義まで広がる四つの主要なイデオロギー的流れの中から一つを選び出すことができた。これらの四つの中で明白に国家社会主義、ナチズムを拒絶した二つは西洋的な自由主義とマルクス主義であり、それらの一部は土台が同じだった。また部分的な理由として、それら二つは地政学上の連携もしていた。 この論点において、アラブ国家主義、アラブ民族主義は矛盾している。しかし綿密に見ると、ナチプロパガンダと自分自身とを同一視したアラブ国家主義的集団の数が実はかなり小さいのだとわかる。アラブ世界に存在した国家社会主義のクローンはただ一つだけである。すなわち、 レバノンのキリスト教徒アントン・サーデによって設立されたシリア社会民族党しかなかった。青年エジプト党は国家社会主義としばらく一緒にぶらついていたが、これは気まぐれな非和り主義の党だった。アラブ社会主義復興党バース党が1940年代初めから国家社会主義に触発されていたという非難は完全に間違いである。アラブ世界では ヒトラーや結束主義、ファシズム系のイデオロギーはヨーロッパと同様に議論を巻き起こしていたのであり、支持者らと反対者らの両方を伴っていた。アラブ諸国で大規模な宣伝活動プログラムを開始したのは最初がファシストイタリアで、その後がナチスドイツだった。特にナチスが焦点を置いていたのは、新世代の政治思想家や活動家へ多大に影響を及ぼすことだった。 エルヴィン・ロンメルはほとんどヒトラー同様に人気があった。伝えられるところでは、ロンメル万歳、ハイル・ロンメルがアラブ諸国共通の挨拶として使われていた。一定数のアラブ人たちは、ドイツ人がアラブ人をフランスと英国の旧植民地支配から解放すると信じていた。1940年にナチスドイツによってフランスが敗北した後、ダマスカスの街並みで、 フランスと英国人に対してこう唱えるアラブ人たちもいた。ムッシュはもう終わり、ミスターはもう終わり、天国にはアラーフだ、地上にはヒトラーだ。シリアの町々の商店では、天国では、神が、地上ではヒトラーがあなたの支配者というアラビア語のポスターが頻繁に貼られていた。1930年代にドイツへ旅行した一部の富裕アラブ人は、 ファシズムの理想を持ち帰って、アラブ国家主義、アラブ民族主義へと取り入れた。原理的に、アラブ社会主義復興運動、バース主義、思想及び、アラブ社会主義復興等、バース党を創設した人々の一員、ザキー・アル・アルスウズイーが言うには、結束主義、ファシズムと国家社会主義、ナチズムが、アラブ社会主義復興イデオロギーへ大きく影響した。 あるあるスーズイーの生徒サミアルジュンリはこう書いている。我々は人種主義者であり、国家社会主義、ナチズムを数形し、ナチの本やその思想の源泉を読んだ。特にフリードリ・ヒニーチェのザラトゥストラはこう語ったヨハン・ゴットリープ・プフィヒテのドイツ国民に次ぐ人種について思い巡らしたヒューストン・スチュアート・チェンバレンの19世紀の基礎を読んだ。我々は 我が闘争の翻訳を考えた先駆者だった。当時ラマスカスに住んでいた者は誰でもアラブの人々が国家社会主義、ナチズムへ傾斜していることを理解しただろう。国家社会主義は勝者としての役目を果たせる力だったし敗北した者は自然と勝者を愛するからだ。しかし我々は心情ではかなり異なっていた。積極的にナチスと協力した。 最も著名な二人のアラブ政治家は、エルサレムの大指導者、オウムフティーであるアミーン・フサイニー、そして、イラクのラシード・アリーアイコール・ゲイラに首相であった。パレスチナの1936から1939年、アラブ革命において指導者アル・フサイニーが果たした役割が理由で、イギリスは、フサイニー追放を強制した。元指導者、フサイニは、代理人を、 イラク王国とフランス領のシリア及びパレスチナに備えていた。1941年に、夫妻には、ラシード・アリーヤイコール・ゲーラに率いるイラクのゴールデン・スクエア、黄金法人のクーデターを活動的に支持した。ゴールデン・スクエアのイラク政権が、親イギリス派の軍によって敗北した後、指導者、ラシット・アリ及び他のイラクのベテランたちは、ヨーロッパへ避難して、 数軸国の利益を支援した。彼らが特に成功したことは、数十万のムスリムを、ドイツの突撃隊のメンバーとして、かつ、アラブ五軒世界でのプロパガンダ先導者として、採用したことだった。その協力活動の範囲は広かった。例えば、後に、エジプトの大統領に就任した、アンワルア、イコールサーの回想録によると、彼は、 ナチスドイツのスパイ活動に進んで協力していた。アラーブ世界で出現しつつある多数の運動は1930年代のヨーロッパの結束主義、ファシズムやナチの組織から影響を受けた。歴史学者バーナード・ルイスによれば青年エジプト等はヒトラー青少年団ヒトラーユーゲントに告示しており、形式が明らかにナチス流だった。 シリア社会民族党は結束主義の方式を採用していて、党の紋章である赤い暴風はナチスのハーケン・クロイツ・スワスティカから取られたものである。党の指導者、アントン・サーでは相当王として知られており、党の参加、シリア、シリア、世界に冠たる、シリア、シリア、ウーバー・アレスは、ドイツ国家、世界に冠たるドイツと同じ調子で歌われる。 サーデが結束主義的なシリア社会民族党を設立した際の政治要項ではシリア人が際立っており自然と優れている人種であるとされている。ありがとうございます。